ラルスキャナーという、最新のプライムスキャンと、あとセレック、あとはレーザー、あとマイクロなどがありますので、勤務医の先生たちも自由に触っていただけるのと、ワンデートリートメントというセラミックスを型取りして、もう数時間後に出来上がったものをセットっていうのを臨床の中で取り入れていますので、勤務医の先生にもどんどんやってもらえたらなと思っています。勤務医の先生っていうのは大きく分けて開業するかしないか、2パターンあると思うんですね。なので開業したい先生はもちろん開業のノウハウだったり、機材だったり技術だったり、そういうのは学んでいただく必要はあると思うんですけど、それはそれでやっぱ開業ってやっぱり大きなリスクになってくるので、開業しない先生すごく増えてきているので、長く働いていただけるように一緒にサポートしながら勉強もしつつ、あとは 401K の企業型っていうのを当院では入れていますので、老後もですね安心していただけるように医院としてもバックアップしています。僕も修行時代ってやっぱりありましたので、いろんな勉強会行ったり先輩たちに教えてもらったりっていうのがありましたので、経験が浅い先生が来てくれたとしても、もちろん僕のインプラントのオペだったりとか治療、あと勤務の先生もいますので見ていただいたり、あとは口腔外科の専門医の先生来ていただいているので、そういうのの見学をしたりとかアシストしてですね、学ぶ機会っていうのがたくさんあるので、そういうので成長できるのかなと思っています。